オーボエ・ソナタに蝶々作品166は、カミー・ユ・サン・サーンスが作曲したオーボエとピアノのための、ソナタである。サン・サーンスはその詩の年である1921年に、レパートリーに恵まれていない楽器に貢献しようと、考えて6曲のソナタを書く計画を立てた。結局、オーボエ・ソナタ、クラリネット・ソナタ・オーパス、167、バスーン・ソナタ・オーパス、 168を完成させた、時点で計画は中断してしまい、3曲ともにサン・サーンスの白鳥の歌とも呼ばれる。いずれも熟練した楽器の扱いが見られ、成長な響きと簡潔な表現が特徴的な名作で、それぞれの楽器の重要なレパートリーとなっている。サン・サーンスはこれらのソナタを作曲するにあたって、進行のあった奏者に協力を仰いでいる。 この作品の場合は、パリ音楽院管弦楽団の主席応募演奏者、ルイバの助言があり、作品は彼に検定された。全3楽章で、演奏時間は11分程度。伝統的な球、間、球の形式ではなく、指示上では楽章ごとに、テンポが速くなっていくように配列されている。第1楽章ワンダンティーの第2楽章アレグレット第3楽章モルトアレグロ。 ありがとうございます。